前回の続きからやっていきたいと思います。無事脱力に成功しましたので、エヴァの、用意してくれた脱出用のマンホールを、から脱出しようと思います。応答せよ。ご主人 HQ。 こちらはパトロール。敵を見失った。これより警戒態勢に入る。了解。敵はまだ近くにいるはずだ。探し出せ。から脱出し、目的地、うわぁ、来ますか。こっちに行かないといけないのか。持てないってことか。食うか。食う意味ねえか。カロリーメイト欲しいな。あー、こっちか。手持ちの問題か。あー、今は分けられないのか、持ち物とあれを。あとたらカロリーメイトの方が必要だよな。相手
ってないから受け取りじゃウックすんのかちょっと使ってくれ、スネーク、もう近い。エヴァか。ああ、今ちょうど降りたところだ。早く合流しよう。北の扉が開けてあるんだったら。それが、スネーク。また問題か。ええ。なんだ？あなたが脱走したことが大佐にバレたわ。そうか。奴らもバカじゃない。それで、グロズニーグラード全体が限界態勢に入ったの。厄介だな。だが、こっから要塞の外へ出れば。出られないの。出られない。要塞全体が警戒態勢に入って、それでその地下道も封鎖されてしまったのよ。なんだって。そうなの。だから私が用意した脱出路も封鎖された。ええ、さっき捜索部隊も送られたわ。ここへか。そう、もうそっちへ着く頃よ。早く逃げて。だが出口は封鎖されているんだろう。まっすぐ北へ進めば外には出られるはずよ。とにかくそこにいたら危ないわ。逃げて。いいわね。バックがないからね。どっちに行く？北にとりあえずじゃあこっちはそっちで全部確認しとく。
と6個、6発しかないわ。もう食いたくないな。待っていた。誰も手を出すな。これで終わりだ。